皆さん、本日はですね、学生ミュージカルガチバトルライブ、もう高校生も大学生もちょっとミュージカルソングをいろいろそれぞれの表現で、やっていこうって、そういうもう学生のためにもう未来ですよ、未来ね、その現場に潜入したいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。黒猫チャンネル、学生団体が手を取り合い横のつながりが生まれたらもっと面白い化学反応が起きるのではないかという形から生まれたこの企画です。せっかくならね、切磋琢磨して、白黒つけましょうということで、今回審査員と観客の皆様に、投票などしていただいて優勝を決めるというライブとなっております。もう一言にするのが難しいぐらい、もう皆さんブラボーっていう感じなんですけど、そう、もう皆さんからもう未来への希望しか感じなくて、ちょっと私も未来への希望を込めてちょっと辛口と感じることもアドバイスとして受け取ってもらえたらと思うので聞いてください。で、僕は本当に日本でミュージカルやってるとすごく思うんですけど、海外のミュージカル大体海外で作られてるやつじゃないですか。まあ、だから要はうちらカバー曲やってるようなもんなんですよ。もうカバー曲ってオリジナルに絶対勝てないじゃないですか。ちゃんと自分が演じる意味っていうのをすごく持って演じるとよりいいのかなって。ちゃんといい声で堂々と歌えるんだからこそ、もっとみんなを引っ張っていいのにって思いました。これは皆さんに言えるんですけど、ここは自分の見せ場だよっていうところはもうどんどんと胸を張って、やればいいと思います。ではすいません、開けて、なるほど、お願いします。第1話、専属学園音楽大学に行こう。昨日まで本当に不安でやばいやばいって言いながら練習してきたんですけど、こうやって音楽ができて本当に本当に嬉しいです。ありがとうございました。おめでとうございます。まあ、今回実はですね、1位と2位のチームはですね、来年3月に行われる決勝大会の出場が決定しました。おめでとう。さあ、というわけで前半の昼のパートの代表者の方に来ていただきました。それぞれチームごとに個性がありましたけど、どうですか、やってみてどうでしたか。セルブロは本当に会場の皆さんがすっごい乗ってくださってる感がすごく感じて、やっててすごい気持ちよかった。そりゃ一番だね。じゃあもうやりきりましたか、最後一つ。はいなんかどっちつかずな感じですけど決勝大会に行くということで、どうでしたか、やってみて。そうですね、本当にいろんなこのミュージカルやってる人たちの、見れても刺激的で、ただやっぱ そうですね、2位だったのでちょっと悔しさが残るんですけど、決勝ででもあれですか、野球と一緒でクライマックスシリーズで逆転とか、そうですね、ちょっとそれ狙っていきたいです、ね、そうですね、やっぱりなんか今回私たちのチームも初めて会ったチームだったので、やっぱすごい緊張したんですけど、こうやってなんか同年代の皆さんとなんか一緒に
舞台に立てる機会というか、うん、そういうのってやっぱなかなかないなって思って、すごいいい経験したなって思います。いや、きっとめっちゃ緊張したと思うし、まあ、僕公表させていただいたんですけど、まあ、なんかこれもう少しこうしたらいいよみたいなのは確かに一番多かったかもしれないんだけど、でも逆になんか一番印象には残るなっていうか、ありがとうございます、はい、さあどうでしたか。いや楽しかったです。やっぱ2年ぶりだし、出たくね出たくねみたいな声が上がったメンバーで組んだので、出たくね出たくね出たくねっていう感じで組んだので、うん、練習もすごい楽しかったし、同年代ですっていうのは楽しいなって思って。そうね、なんか一応今回こうまあ順位をつけるみたいなのありますけど、なんかこうやっぱ交流の場だったりね、他の人をこうちゃんと応援したり乗ったりみたいなこともしながらみんなでこう楽しめてるっていうのがすごい見てても伝わってきたので、なんかそれが素敵なイベントだなと思いましたよね。ありがとうございました。ありがとうございました。どのチームが優勝を手にすることができるのでしょうか。サークルを引き継いでくれてありがとうっていう気持ちですね。後輩の皆さんこんにちは。いや超嬉しい、ユリのキョール万歳。今日の朝みんなで公園で練習してたんですよ。そしてその時になんか全然知らない方がすごいなんかプリコーシンの方がすごい良かったよみたいな風に言ってくれて、チケット買ってくれたと思うんですよ。すごい。そうなんです。ミュージカルって本当にそういう力があると思ってて、今日は皆さんにそういう私たちの力をお届けできていたら幸いです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうですか、3曲やってみてどうでしたか。本当にその優勝できるって思ってなかったので、その曲ごとで私たちの良さが出せたんじゃないかなって思って今ホッとしてます。出てたね、曲ごとにカラーがね。そしてどうでしたか。結構私は大学生なんですけど、他の子たちが高校生だったので、その中で勝負することの大変さ、楽しさ、いろいろ学ばせていただきました。素晴らしかったよ。ありがとうございますと思います。ありがとうございました。好きでした。どうでしょう。はい、今回2位という結果で、すごい嬉しくもすごい悔しいんですけれども、次の決勝で頑張りたいと思っています。例えば次どういう曲挑戦してみたいとか。いや、そうですね、今度ストーリー性のある、演目、ちょっと挑戦してみたいなと思います。で、なんか結構ストーリー性がある曲を選ぶチームと、逆にこうショーとして見せていくチーム、それもいろいろカラーがあって面白かったですけど、どうでしたか。なかなか私たち自身の手で何か作品を作る機会ってないので、すごく準備期間が私たち短かったんですけど、もう本当にいい機会をいただけて、すごく贅沢な好評もいただけて、今後の活動に何か糧になったらなって自分の中では思いました。ちょっと個人的に僕言わせていただいたんですけど、結構声楽家の子たちがね多かったから、なんかそういう自分たちのこう強みをこう生かした曲みたいな突き抜けたやつをぜひ挑戦してほしいなっていう個人的なリクエストです。もう今日は素晴らしい一日でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。審査員チームです。本当に純粋に楽しませてもらって、本当にこのイベントによって学生同士がつながって、ミュージカルを、ね、盛り上げていける場所だと思ってて、でやっぱりなんか自分たちで練習してるだけじゃなくて、こうやってお客さんの前でやれる機会っていうのはやっぱ学生さんってなかなかなかったりするから、そういう点でも本当にいい経験をしてもらえたと思うし、もっと盛り上げていきたいですよね。そうですね、はい、I see stars っていうのが一番最後の曲だったんですけど、ちょっともうずっと公表中英語の発音が良くて終盤もう何言ってるのかわからないです。I see stars もうそれはスターだね。さすがにさ、バカにしないでくださいよ。スターズぐらいわかりますって。ごめんなさい。やっぱその海外にいらっしゃった
なんか視点からとかいうのとさ、やっぱなんかこう何、松原凛子視点と西川視点となんかそれぞれなんか、ね、いろいろ喋して何かこう受け取ってくれてたらね、主催です、ありがとうございました。一日本当お疲れ様でした。ありがとうございました。2年実はブランク空いちゃったんですよ、コロナ禍でね、はい、うん、で結構2年前が本当にコロナ禍で、結構なんだろう、大きい劇場を撮ったのにそこに誰もお客さん呼べなかったんですよ、結局。やば、ちょっと厳しかったのでだいぶ腰が重かったんですね。それでもさ切れ目ずにやったのすごいね。ちょっと撮りよか今後どういう風にしていきたいですか、はい、このイベント今後も本当にどんどん大きくしていきたいなと思うんですけど、うん、リベンジできればあのホールとか、うん、もうめちゃめちゃ広いステージで、であのダンスとかももっと構成した、まあ、そうだね、もっと結構今回も限られたねスペースで、はい、そうですね、うん、狭かったんですけど踊ってくれたチームもいたんですけど、うん、まあ、できればあの全国的に、うん、あのもちろんいっぱいいると思うんですよ、あの地方の大学でもミュージカルサークルありますとか部活ありますとかあると思うので、そこの目指すライブ、うん、本当甲子園ですね。甲子園です、ミュージカル甲子園、ミュージカル甲子園だ、はい、作品を今こうやってプロとしてやっていると、まあ、大体稽古1ヶ月とか、まあ、限られたスケジュールの中で、もう、目指す完成を目指してできる範囲でやっていくみたいなことだったりするわけです。で今回もまあ彼らもそれぞれの準備期間の長さ、長いチームもいれば短いチームもあったと思うけど、なんかその学生の時だからこそ情熱と時間を注いで、そのまあいわゆる甲子園を目指してそこに全部向き合えるって意外とプロになるとできないことだったりするんですよ。プロになったら年間通すためにやんなきゃいけないじゃない、ロングランを走り切るためのパフォーマンスになってももう1回にかけて全部喉潰れてもいいしもう全部出すんだっていうのがやっぱ見れる場って本当に魅力だと思うんで、なんかそういう意味でも本当にあの、まあ、野球でいうとこの甲子園みたいなイベントにこのイベントがなっていくといいなってことも思いました。じゃあ皆さんもこのイベントがどうなっていくのかぜひ行く末をね、もう彼らは未来ですから、はい、ぜひ皆さんも応援してあげてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あーよかったな。いやもうすべて の, あのパフォーマンスが終わって、でもね本当にあの昼公演と夜公演とまた個性が違くて、もうそれぞれ例えば、ライブっぽくパフォーマンスする、物語をしっかり伝える、もういろんな個性があって、本当にあの未来を感じる。そしてこれからもあの主催も言ってましたが、あのどんどん大きくなって ここのこれに出たいって思う学生さんたちがどんどん増えていくと、ミュージカルの可能性だったりとか、まあ、僕もオリジナル作ってますが、オリジナルだったりとか日本でミュージカルをやる、演劇をやっていくっていうところが、もっと可能性が見えてくるんじゃないかなというふうにすごく僕も勉強になった一日でした。というわけでガチバトルライブに栄光あれ、ありがとう。